30万未満都市最強 VS30 万都市、各種都市データを使って徹底比較、福井市、盛岡市、春日井市、明石市。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した60項目以下の通りです。人口25万から30万未満都市の対戦を繰り返し最終的に優勝した福井市、そして準優勝だった盛岡市ですが、果たして人口30万人以上の都市に通用するかを検証するのが本動画です。30万都市としては兵庫県明石市と愛知県春日井市が登場。今回も論より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、出生数は明石市が多い。製造業現金給与総額は明石市の勝利。地方税は春日井市が強い。昼間人口密度は明石市が高い。製造品出荷額は明石市の圧倒。小売業年間商品販売額は盛岡市が強い。明石市と春日井市が揃って圧勝です。2試合目、不動産物品業売上は盛岡市が多い。15歳未満人口比は春日井市が高い。製造業従業者数は春日井市が多い。小売店数は福井市が多い。製造業荒付加価値額は明石市が圧倒。農業産出額は盛岡市の圧勝。ギリギリの激戦を制したのは福井市。2位は明石市と春日井。3試合目、推薦人口比は明石市が高い。経常収支率は福井市が強い。運輸郵便業売上は盛岡市が強い。15歳未満人口は春日井市が多い。複合サービス業売上はデータ不足。建築工事費は春日井市が多い。春日井市が福井市に競り勝ちです。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。春日井市が好調なスタート。明石市と福井市もまずまずの序盤で追いかけるも、盛岡市は厳しすぎる序盤となっています。4試合目、昼間人口密度は明石市が高い。金融保険業売上は盛岡市が多い。小売業年間商品販売額は盛岡市が強い。人口密度は明石市が高い。製造業従業者数は春日井市が多い。小売業従業員数は盛岡市が多い。なんと4都市全くの互角です。5試合目、15歳未満人口比は春日井市が高い。出生数は明石市が多い。人口密度は明石市が高い。飲食店数は福井市が僅差勝ち。財政力指数は春日井市が強い。製造業現金給与総額は明石市。明石市が春日井市に競り勝ちです。第5試合終了時点の順位、春日井市が首位をキープしています。6試合目、課税対象所得は春日井市が多い。人口密度は明石市。農業講習は福井市。小売業年間商品販売額は盛岡市。加重地人口密度は明石市。小売業従業員数は盛岡市。大接戦を制したのは盛岡市。2位は明石市と春日井市。第6試合終了時点の順位、30万都市の実力を発揮中の春日井市と明石市です。7試合目、加重地人口密度は明石市。15歳未満人口比は春日井市。卸売業従業員数は福井市が多い。小売業従業員数は盛岡市が多い。教育学習支援業売上は盛岡市が多い。農業畜産は盛岡市の圧勝。盛岡市の快勝です。2位は福井市と春日井市。第7試合終了時点の順位、盛岡市が一気に追い上げを見せるも、残り3試合でどうなるでしょうか。8試合目、財政力指数は春日井市。農林漁業売上は盛岡市。経常収支率は福井市。製造業荒付加価値額は明石市。1万人あたりの歯科医指数は盛岡市。農業畜産は盛岡市。福井市の快勝、2位は盛岡市。第8試合終了時点の順位、ここで福井市が2位に浮上です。4都市の1位の数が3で並ぶ差の小さい勝負となっています。9試合目、実質交際比率は明石市。製造業現金給与総額は明石市。昼間人口比は福井市が圧倒。15歳未満人口は春日井市。サービス業売上は盛岡市。製造業従業者数は春日井市。春日井市の勝利、2位は明石市。第9試合終了時点の順位、春日井市の優勝が確定です。次は最終戦です。最終戦、地方税は春日井市。15歳未満人口は春日井市。
製造業アラフ付加価値額は明かしし、加重地人口密度は明かしし、製造業現金給与総額は明かしし、飲食店数は福井市、明石市と春日井市が揃って快勝です。全10試合の最終結果が出ました。春日井市勝ち点24、明石市勝ち点19、福井市勝ち点17、盛岡市勝ち点12、5回1位の春日井市が2位も4回の余裕の優勝です。4回1位の明石市が2位3回もあって2位です。30万未満都市最強の福井市でしたが、1位3回も3位が最多の4回となって3位止まり、盛岡市も1位3回も最多が4位の5回で最下位となってしまいました。この結果、30万未満最強都市であっても30万都市に勝つのは困難ということが判明したかと思います。福井市と盛岡市の敗退をもって25万から30万未満最強都市企画は終了します。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。